ピーマン VS 視聴者対決サクサクセス。実況8回目の今回戦う選手はこちらになります。先発投手になるね。球速は137キロ、遅いね。でコントロールは S の96と高く、スタミナもある。変化球もスプリットにサークルチェンジで H シュート、すべて変化量1以上ありますからね。特殊能力は切れ丸、逃げ玉、緩急丸、打たれ強さ C。 そしてこのピッチャーアンダースローで左投げなんだよね。なんだこれ。現代じゃありえないピッチャーだね。一応ね、これ実況始める前に調べてみたんだよ。アンダースローの左投げっているのかなって調べた結果、過去に一人か二人、それくらいしかいなかったね。全く、必要のない投げ方をするピッチャー。普通に投げた方がいいと思うんですけどね。いろいろと負担もあるしね、アンダースローだと。まあでもこのピッチャーアンダースローの左投げでこの能力ですからね。で、持ち込みアイテムはなしで作ったらしいので、これを持ち込みアイテムなしで作るっていうのは、ちょっときついような気がするけどね。まあでもコントロール、スタミナ、そして球速もあるが、変化球もあるけど、球速はね、137と低いので、まあそんなに、タイトルを取るような成績は出してこないかなと思いますので、勝つチャンスというのは十分にあるね。ここ最近は結構俺いい選手作れてるからさ、今回も気合を入れてやっていこう。今回作る選手は、視聴者の選手は中日で作ったらしいので、僕も中日で。そして持ち込みアイテムは当然なし。これで行きましょう。レッツ対決サクサクステージ1-1-1やっていこう。初期能力 H シュート法、変化量1がついてるね。球速も126と速いので、これも簡単に視聴者の選手の、あれだね、球速を抜けそうだね。まあ、僕の作る選手もアンダースローのピッチャーなんで、まあ、球速はそこまでいらないかな。変化球中心、起用法がつきましたね。なら変化球ピッチャーにしていかないとね。ヒーリングカードゲットだぞい。イェイ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 。いきなりいい感じ。そして変化球なんだこれ。フォークがついたね。落ちる球は必要ですから。ナイスだね。で、このステージはもうこれで終わりで OK でしょう。いきなり幸先のいいスタート。でも調子に乗らないこと。人は調子に乗ったら成長が止まる。さて、ステージ2は、おお、また変化球マスがある。おにぎりパネルもあるな。どうしようかな。とりあえずまずは回復しようか。うわ、球速1下がった。最後だね。カモン選手、カモン、イエース、岡田か？違う、俺が作った選手だ。コントロール4アップ。ありがとう、3。で、下からこうやっていく感じで OK かな。で、ヒーリングカードを持ってるからね。回復しろ、回復しろ。よし、回復した。ワーカーパネル、今、輝き失っても遅いわ。もっと早くね。おい、体力回復、レッツゴー。ほんで、上のマス踏んで、これで終わりといった感じだね。球速128か。もっともっと上げていかないとね。で、お次、ステージ3。宝箱あったな。イエスイエスイエス、宝箱来たよ。前回の実況出す S ランク超人伝が来てくれたからね。この動画でも来てくれたら嬉しいんだけど。うわ、やばい。あー、ちょっと待てよ。ブスが鬱陶しいぞ、これ。動きに注意だね。これ、恐ろしい動きしとるわ。どうしようかな。選手かも。なんで逃げる？ちょっと待て待て待て。カレンはめれねえか。あー、もうそっち行くか。こっち来い。よし、来た。いけたいけたいけた。あえー、赤パネルが青く輝き出す。ほー、よかったよかった。危ないよ、もう本当にね。出てくるのが早いんだよ。ステージ3こんな早く出てこないんだけどね。特殊能力の投手丸と、投手と回復丸、回復 C がついたね。イエスさ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。ほんで、ここで体力回復。あー、もう選手こっち来ねえのか。もう、なんでその動き。ダメだ、あいつに会えねえ。あいつはもう来ないやつだ。わかる、俺には。で、まだまだ強くしたいんだが、ヒーリングカードがちょっと働いてくれないね。仕事してくれよ、一応持ち込んでんだから。選手かも、選手かも、選手かも。逃げるな、よしみ、てめえ、この野郎。打たれ強さ C か。まあいいや。ヒーリングカード？プリーズ！何してんだよ！全然働かねえ！なんなの？ゲットした意味ねえじゃん、本当に。働いてくれよ、お前。で、このステージ、まず宝箱だな。よっしゃ、変化球、スライダーがついたね。イエス、イエス、イエス。で、回復、回復。よし、いいぞ。で、カレンどこ？嘘だろ、真横！これはあかん！下からゴールは、体力的にいけるのはいけるね。でも、うまくカレンをはめる。よーし、ここもはめたぞ。イエス、いただきました。体力回復。ほんで、選手に相手は。これ多分、パープルオリジナル選手だな。スタミナ7も上げてくれた。おえー、ほんで、体力回復。イエスさ、イエスさ、イエスさっさ。で、どうしようかな。下から行こうか。選手かも、選手かも。ナイス、いいぞ。
俺が作った選手か。カチューン、やっぱ先発投手にはこれが必要だね。勝てない投手の魅力は感じないでしょう。ねえ、いくらね、菅野みたいに防御率が良くたって、勝てない投手には、輝きを感じないんでね。ぶっちゃけ今の段階だと勝てる可能性は、まあ、特殊能力は結構あるんだけどね、もっと変化球を鍛えないとね、コントロール、スタミナもそう、もっともっと強くできるはず、最終ステージ、ステージ5だ。ただ変化球マスは第2変化球マスしかないな。まあ、まずは宝箱取ることだね。Sランク超人伝来てくれねえかな。上に来たな。あーでも上、ちょっと待て、上行きたくねえな。ちょっとシャッフルパネルもう一回踏みたいんだけど、あーどうしようかな。とりあえず選手会おう。フォーク、ええ、戦火力上げてくれた。いやね、これ、まあ、とりあえずこっちから行こうか。スタミナ強化カード。センキュー。うわ、急速1下がったよ。カレンどこ？カレンどこ？あ、だいぶ下にいるね。大丈夫。お！ヒーリングカードがここに来て働くようになったね。スタミナも B の78。いいぞ。デッド。よしよし。ヤキマンも来た。ヤキマンどこだ？頼む。俺の近くに。現れてくれ。どこだ？どこだ？どこだ？うわー、遠いな。あの距離だと逃げられるわ。あの子絶対こっち来ないから。すごい勢いで逃げていくと思うよ。で、どうだろう、会えるかな。ウェイス、無地パネルが、ウェイス、変化球パネルも追加だ。ちょっと待てよ、でも体力的にそんな余裕ねえしな。鬼、まずおにぎりパネル取りに行こうか、そこのね。うん、ヤギマン絶対帰ると思った。それは帰るよね。この子すぐ帰るから。何も救ってないけどね。うわ、3のみ回復。いや、無理だろ、これ体力的に。いや、無理だろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、ギリギリいけるのか。ほんで、ヒーリングカードを持ってるからね。よしよしよし。ギリギリいけるっぽい。ああ、体力回復。よし、いいぞ。で、こっちちょっと踏んで。ヒーリングカードが。よしよし。あ、これ余裕で帰れるね。うん。よし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 。あぶね、失敗したのかと思ったわ。どっちから行こうかな。こう行こうか、こう。うん、そうしよう。ウェーイ！赤パネルが青く輝き出す。おいえ。ほんで、これで終了？どうだろうなぁ。これで、微妙なとこではあるけども、まあ終わらないとしゃあないね。はい、これで終了です。終わりです。はぁ、どっちも球速は、まあ低い勝負。まあ左でアンダースローということを考えれば、これだけ投げれれば十分だけどね。まあ、互いにスタミナ S っていうことだね。能力的にはでも結構似てる感じあるんじゃないかな。はい、球速140キロ。まあ左のアンダースローでこれだけ投げれれば結構速い部類でしょう。右左関係なく140って結構速くない？うん。で、コントロールは C の66。まあ最低限はいけたね。まああの選手と比べたらちょっと、差はあるけどもね。で、スタミナ S の90と高く。あ、スタミナに関してはあの選手 A だからね。あっち S じゃねえんだ。で、変化球にはスライダー、フォークが変化量2。で、H シュートが変化量4。まあ、このシュートが武器になるわけだね。で、特殊能力には打たれ強さ C、回復 C、勝ち運投資。で、変化球中心の起用法がついてますからね。まあ、結構いい成績は出してくると思うよ。うん。今から対決していこう。じゃあ今からオートペナントで回していこう。今回は視聴者が作った選手からオートペナントで回していくからね。作った選手はローテーション1番手スタミナの限界を起用しやっていきます。僕の作った選手もこの後同じ条件でやっていきますのでね。どのような対決になるか。私現在4連敗中、視聴者になかなか勝ててないからね、この動画で連敗を止めていきたいと思います。視聴者が作った選手、1年のシーズン開幕。視聴者が作った選手、1年のシーズン終了ね。成績オープン、ダダダン。防御率は 3.61。これは来たかもしれないね、この対決。いやー、よくはないよね。悪くもないけどね、良くもない。やはりタイトルを取るような、飛び抜けた活躍はしないよ、あの能力ではね。で、162イニングを投げて、11勝9敗。あららららららら、これどないなってんね。ねえ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 、恐ろしいね。こういうことがね、最下位のチームだとよくあるんですよ。よく見る光景なんですよ。本当に。4勝13敗。心が折れるわ。うん。ほんで、まあ、この選手は勝率は5割5分。うん。大野が負け越して、スティーブ、視聴者が作った方は勝ち越してるからね。ははは、どういうことだ。とんでもねえ負け運ついてんじゃねえか。で、登板25試合で、完封完投は0か。互いにね。ほんで、QS17、HQS は12。
まあこの辺はすごいよね。で奪三振は107個、フォアボール36で、被本塁打8本、被安打173で、ウィップは 1.29、 その他の数字はこんな感じとなりました。うん、まあローテーション3番手4番手あたりに似てくれたものすごく助かるピッチャーで、うん、なんですけども、まあエースではないわな。1番手で使うチームがあったとしたら、そのチームはドベだね。事実中日はドベなんだけどね。はい。で、何よりもこの大野くんの勝敗に目が行く。何これ。みんな大野くんの気持ちを考えてあげよう。これどう思うね。自分がピッチャーだとして、防御率 3.59、 決して悪くはない数字、勝ち越してでもおかしくはない数字なのにこれだぜ。泣くよね。まず家帰って泣くよね。ほんで、ちょっともう、野手の悪口をネット上で、2ちゃんあたりで書きまくるよね。そこから始めよう。さて、タイトルはまあ取れないだろうね、これは。で、ベストナイン取れず、ゴールデングラブも取れず、うん。おー、筒香2冠王、すごいね。まあ、何も取れないといった感じでしょう。まあ、セリーグは甘くはないですからね。セリーグ、パリーグ、共に甘くはない。あの成績で取れるタイトルは何一つとして、ないといった感じになるね。じゃあ次は僕が作った選手をオートペラントで回していこうと思う。スティーブ、視聴者が作った選手はこのような成績になりましたね。ただね、ほんと大野くんみたいに最下位のチームだと防御率が良くても負け越すということも十分にあると思います。このスティーブが勝ち越したのは、まあ、ねえ、奇跡的だと思うよ。防御率だってそんな差ないもんね。3.59 と 3.61 なの、勝敗にこれだけの差があるっていうのもおかしいよね。まあでも僕が作った選手は勝ち運を持ってますからね。あれを持ってる限り負け越すことはないと思いますのでね。まあ僕の選手がどのような成績になるか期待して見ていきましょうよ。起用法は、このスティーブと同じ起用法でいきたいと思いますのでね。1年のシーズン開幕。一年のシーズン終了、成績オープン、ダダダン、どこだ。防御率は 3.52 で勝利数はなんでだ !6 勝13敗以上負けてんじゃねえか、なんでだよ、おかしいだろう。この防御率でなんで倍負けてんの。大野もなんだこれ、どんだけ嫌われてんだよ、おかしいだろこれ。規定投球回乗った投手が全員負け越しだぜ。いじめだろこんなんで、ね、ふざけんなよマジで。もう気持ち悪い、胸クソ悪いわ。ちゃんとやれよこれ。野手がどんだけクソなんだ、援護が全くないのか。いやー、ショートのドローが3割1分3厘打ってんだもんね、これすごいよ。ホームランで見るとビシエド、まあ確かに少ないような気がするけどね。うわ、そらね、弱えわこのチーム。 OPS7 割台が3人、そして最高 OPS が7割並ぶ6だからね、弱えよ。もう最悪で一番恐れたことだよ、ほんと。さっき言ったでしょ、自分の口で。ね、いくら防御率が良くても、勝てない投手は魅力を感じない。まさにこいつだよね。防御率は 3.52 といい。ほんで、大野もいいのに、なぜかこれだけ負ける。まあでもイニングは186イニングと結構投げてるからね。ほんで6勝13敗。勝率3割1分6だよ。ほんで登板29で、先発登板が28。なんで中継ぎで1回使ったんだ、わけわかんねえ。で、完封0、完投が1、QS19 個もやってんのね。率は 67.9。HQS13 個だぜ!おかしくない?チームトップの HQS。HQS ってことは7回投げて2失点だからね。2失点以内で抑えたってことですよ。なのに13敗してる。HQS した分全部負けてんじゃねえか。アホか!ふざけんな、マジで。で、奪三振が102個。フォアボールが39個で、ね、デッドボール8個。藤波か、多すぎるわ。で、被本塁打10本。被安打199で、ウィップは 1.28。悪くはないですね。冒頭2回で、その他の数字はこんな感じ。いや、この HQS 数でこれだけ負け越すのは納得できない。ほんとね、達成した分負けてるもんね。もう本当に、だから中日とか楽天とか弱いチームでオートペナント回したくないのよ。もう自分の作った選手が負け越してるとこ見ると本当イラッとくるんだよね。球団全体に憎しみを感じちゃうからさ。で、これ、HQS 達成してこれだけ負けてるってことは多分中継ぎも結構崩壊してんじゃない?防御率 2.62、 一番いいのが又吉。103イニング。お、ちょ、死にまーす。で、10勝してるよ。又吉の来季はないね。これひどいね。いや、長継ぎはそこまでひどくはないよ、これ。
すげえ酷使が目立つ球団だね。小笠原だって1年目からこのイニング数投げ出されてるし、あのなんかお疲れ様です、あのこのチームに未来を感じない、うん、お先真っ暗だね。こんな起用法してたら出ていくやつも多いと思うよ。2016年のオフ、シーズンのオフね、大島と平田出ていく球団だね。これは実際には止まりましたけどね、出ていくことはなかったけど。タイトルベストナインは菅野、ゴールデングラブは宇都宮で、その他タイトルは、おお宇都宮全盛期、おい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 、先発の投手タイトル宇都宮が三冠で、最多セーブも、最多奪三振も菅野ですからね。タイトル全部巨人が取った。おい、宇都宮全盛期復活、2011年あたりの宇都宮じゃない、統一球時代のね。確かあの時タイトル取ったもんね。これもまさにそうだよ。宇都宮、あら、どっか行ったな。あ、あれだ、あれだ、あれだ。FA になるとね、ここから消えるんだよな。どこで確認しようかな。ちょっと宇都宮の成績見れなかったんだけど、個人タイトルから見ていこうか。タイトル取った時16勝。うわ、1.95! なんだこれ!ありえねえ、すごすぎる。宇都宮に目が行くね。これ、まあ、視聴者の対決サクサクセスですけどね。まだ別のシリーズで対決サクサクセスやってますけど、そちらのシリーズで宇都宮とも対決していかないとね、全盛期を超える宇都宮じゃないですか。すげえな、これな。まあでも主役は宇都宮じゃないのでね。僕と、そして視聴者が作った選手がこのシリーズの主役ですから。OK! じゃあ今から互いに成績を見比べていきましょう。こちらになりますね。上が僕が作った選手の成績。下が視聴者が作った選手の成績になる。まず防御率で見ていくと 3.52 と 3.61。まず 0.09 の差。まあわずかな差と言ってもいいね。ですが僕の方が勝っている。イニング数で見ると186と162ですからね。24イニングの差があるので、これ24イニングって言ったら先発での大きな差ですからね。登板数も、あ、まあでも登板数が29と25だからね。まあそのうち僕の選手は中津で1回登板してますけど、ということを考えればどうだろうな。この選手ちょっとスティーブ、まあ視聴者が作った選手はシーズン途中に怪我したのかもしれないね。まあでも20イニング以上差があるのは確かだよ。ただ勝利数で見ていくと6勝13敗と11勝9敗、勝率で見ると3割1分6と5割5分ですからね。これは大きな差だよ、本当に。なんでこうも違うんだろうね。わけわからん。うん。で、完投数、完封は互いに0だが、完投はこっちが1あり、QS 数で見比べると19と17、HQS では13と12ですからね。まあ、わずかな差ではあるが、こっちが勝っている。まあ、率で見ていくと、こっちの方が負けてるんだけどね。うん。で、その他の数字見比べるとね、もうほとんど同じ。イニング数以外はほとんど同じ。ます、なんで、まあ、僕言っちゃったよね。自分の口で勝てない投手は魅力はないと。ということを自分の口で言った以上は、まあ、僕が決める勝敗としては、今回は、視聴者の方が勝ち、俺の負けだとは思うんだけども、毎度お決まり、これは視聴者の声を聞いてですね、どっちが上か下か勝敗を決めていきますのでね。視聴者はどっちが上というか、いやいや、勝てなくても出してる数字が大事なんだと、防御率、イニング数とかが大事なんだという方が多ければ僕の方に票が集まり、そして、いやいや、やっぱね、僕のように勝てない投手に魅力感じない、菅野みたいなやつはいらねえんだ、うちのチームに、中日に、みたいな人がいればですね、視聴者の方に多くの票が集まると思います。まあ、これは実際にアンケートを取ってみないとどうなるかわかりませんのでね、今からツイッターでアンケートを取っていきますのでね、どっちがどっちかわかんなくして、で、成績のみ書いてアンケートを取り、まあ、票が多かった方を今回の勝者とみなしたいと思います。はい、じゃあ今からツイッターでアンケートを取っていくよい。ツイッターのアンケート結果が今出たよ。今回は全部で49票を集めました。票を入れてくださった方々ありがとうございました。A のところに僕の選手の成績を書き、B のところに視聴者の選手の成績を書いてアンケートを取った結果は、A に 37% の票が集まり、 B に 63% もの票が入りました。過半数を占めましたね。この結果を踏まえて今回の実況8回目は当然視聴者の選手の勝ちということでよろしいでしょう。こんなにもなんていうのかな、一方的な
アンケートになるとは思わなかったね。もっとこういい戦い、うん、分かれるかなと思ったんだけど、意外にも 60% 以上を占めるという、やっぱ勝てない投手には魅力を感じないっていう方が多くいるらしいですね。どんだけ防御率が良くても、まあ今回特別いいってわけじゃないけどね、まあ、僕の選手の方が防御率は良かったんですけども、イニング数も上でしたけども、やはり負け数が響いてね、まあ6勝13敗、勝率で見れば3割1分6ですからね。そういうのを見て、視聴者は負けるやつなんていらねえという方が多かったらしいですね。まあ俺もそうですから、うん、こんなやついらねえ。もしも俺がペナントやってて、まあ、これだけ負ける投手がいたら、もう4月の段階で変えてるよね。どんだけ防御率が良くても負ける投手には本当ね、きらめきというのが感じないので、見ててイラッとするだけなんで、もう帰ってくれよってなっちゃうからね。もっと勝てればいい戦いになったのかもしれないけどね。まあしゃあない、勝ち運ついてて負け越すんだから、この球団を恨みましょう、うん、この逆に視聴者が作ったスティーブという選手、本物の勝ち運を持ってるね。あの球団にいて11勝できるのは本当素晴らしいことだよ。皆さん拍手しましょう、おめでとう。とあと同時に、大野は早く中日から出るべきだね。あ、もうあそこにいたら腐る選手だわ。通算200勝できるポテンシャルは持ってるけど、あそこにいちゃ絶対できない。通算200敗するかもしれないけどね。じゃあ今回の実況はこれにて終わりといきましょう。本当に負けまくり5連敗、まさかね、このシリーズ始める前こんだけ負けるなんて思ってもみませんでしたよ。本当にもう負けるのが当たり前、勝つ方がびっくりするっていうね、勝つ喜びももう忘れたけどね、だいぶ前の話だ、1ヶ月くらい前の話になるんじゃないかな。マジで勝てませんけども、次回の実況ではね、勝てるように、本当に毎度毎度言ってますけど、本当に勝てるようにですね、いい選手を作っていきたいと思います。現在も対決リクエスト募集してますのでね、僕の作った選手と対決してほしいという方は、まずこのシリーズのね、説明を動画の説明欄に書いておきますので、それを見てからですね、ぜひ選手を作ってくださると嬉しいです。まだまだね、選手の方募集してますので、お気軽にどうぞ。てなわけで、次回の実況は連敗を止めに行くリアルガチ実況になると思うからな。また見てくれよな。グググググ、バイ、またおう。